こんにちは、ギタリストの国田大輔です。今日は、スケールの覚え方なんですけれど、ロック式とバークリー式2つのスケールの覚え方をしっかり覚えて、レックを完全制覇しようという、テーマです。スケールなんですけど、なかなか Z さんの中では、スケールをしっかり覚えられない、覚え方がわからないとかね、あとすぐ覚えてもすぐ忘れてしまうみたいな生徒さんが多いんですけれども、そういう生徒さんに共通することはですね、スケールの覚え方がちゃんと整理されてないです。どういうことかと言いますと、例えば、じゃあ6弦、8フレットどの音がここにあるんですけれど、ここを小指にしてメジャースケールを弾いてください。メジャースケールっていうのはドレミファソラシドなんですが、音で言うとこういうドレミなんですが、じゃあ6弦の小指から8フレットからドレミファソラシドを弾いてください、1弦まで行ってくださいっていうと、例えばこのようにね、3弦だけ2つになって、まあ、確かに合ってるんですけど、でこんなような弾き方をして、じゃあ6弦、8フレット、じゃあ今度人差し指にしてくださいって言って弾いてもらうと、1弦3音ずつで弾いちゃうとかね。これは合ってるんですけど、スケールの弾き方が統一されてないですよね。音の数が各弦の。で、この各弦の音の数を統一、ある一定のルールを敷いて、スケールをちゃんと全部覚えていくっていうのはとても大事なんですね。例えば、じゃあ、6弦、8フレット、人差し指から。じゃあ、この覚え方をまず覚えましょう。こんなような。1弦に3つずつ弾くというちゃんとルールを敷いてます、はい。6弦の8フレットから8、10、12、8、10、12、これで1弦に3つずつ弾くと最後の音はファまで行くんですけどね、この8フレットから13フレットまで1弦の、このポジション、ご存知の方多いと思います。じゃあこのルールで6弦人差し指から始めたら、次は6弦中指から、こうすると1弦の12フレットまで変わって、この時は6弦8フレットから始めましたけれども、1弦 3音ずつ弾かなきゃいけないので、6弦の7フレットまで行ってシードまで戻る。そうするとこのポジションしっかり全部3音ずつあるポジションになります。で、同じように6弦の小指からで、先ほど2音になったところも3音にして弾くと1弦の10フレットまで行くことになりますね、このポジション。はい、で、ドシラシドまで、このポジション3つやりました。今6弦から、3つ、3ポジションで、何ポジション覚えなきゃいけないかっていうと、メジャースケールはドレミファソラシ7音あります。で、7音あるということは7通り覚えなきゃいけないです。スケールは音の数だけポジションを覚えなきゃいけない。ペンタトニックスケールってあるんですけど、5音あります。5音あるスケールは5つポジションを覚える。これはこの辺の覚え方ね、スケールの、各音の数だけポジションを覚えなきゃいけないっていうのはなく、おいおいね、ちょっと違うレッスンでまたやっていきますので、後で説明するとして、とりあえず今7ポジションを覚えたい。で、今6弦から3ポジションやりました。じゃああと4ポジションあるわけですね。で、今度は5弦から5弦の3フレットにどの音があります。ここを人差し指にして、じゃあ始めてみましょう。1弦に3つずつどうなるかというと、こういうポジションになります。1弦の8フレットまで行きます。で、下がる。で、今度は6弦の3フレットまで行って戻ることになります。これで全部1弦3フレットずつ、3音ずつ把握しましたね。で、今度は人差し指終わったんで、じゃあ中指、これ5つ目のポジションですね。中指から終わりました。じゃあ6つ目、じゃあ今度小指からやります。
で、小指からやるとちょっとフレットがこう開放弦になっちゃいまして分かりづらいので、この小指をドの音を1オクターブ上のドにして15フレットの、ここからスタートさせましょう。はい、こういうふうに、一つ何かというと、4弦人差し指、4弦のドの音は10フレットになります。4弦の10フレットで、こっから人差し指、こっからね、スタート。そうするとこんなポジションになりまして、6弦まで下がる。はい、これで7つ目。この7つのポジションで、この1弦、3音ずつの弾き方で、被ってるところは1個もなくて、全部把握しました。全部網羅しました。ネック上。はい。これを、しっかりまずは覚える。で、この覚え方っていうのは、このね、1弦に3つずつある覚え方。これは僕はロック式なんて言うんですけれども、なぜかっていうと、ロックの人たちがよく使うんですね。なぜロックの人たちがよく使うかっていうと、弦に、音の数が統一、ね、1弦に3音ずつなので音の数が統一されているので、パターンが弾きやすいんですよ。パターンっていうのは、例えば 3度ずつインターバルで飛ばしていくみたいな、入りも、ね、音の数が統一されているのでパターンが作りやすい。6度と見やすいわけ、ね、例えばなんかこの、レガートのパターンとかも、ね、見やすいですよね。音の数が統一されてるので、ロックの人たちがよく使うパターン。で、7ポジション覚えようって言っても、今日初めてメジャースケールをした人がいきなり7ポジション覚えられるわけもなくて、これはだんだんと覚えていただければいいんですけれども、まずもし初めてね、今日メジャースケールをしたっていう方だったら、人差し指からのね、1つ目のポジション、これを頑張って覚えてみるね。で、5弦人差し指からのポジションも、じゃあ覚えてみる。この2つだけでもいいから、じゃあ今日、今月はね、1ヶ月かけてこれだけちゃんと覚えようと。だんだんと段階を踏んでって、数を覚えていけばいいと思うんですけれども、でこれがロック式の覚え方ですね。でもう一個基本、的なスケールの覚え方で覚えてほしいのが、こちらは、最初の6弦8フレット人差し指から始めたらどうなるかと言いますと、同じように進んでいくんですが、2弦だけ2音で1弦こうなる、こういうポジションまで行きます。このポジションだとね、でこれはさっきの1弦3音ずつと比べると縦にバチッと切れてるポジションのイメージになります。どういうことかと言いますと、1弦と6弦っていうのは同じ E の音なので、チューニングが同じ音なので、6弦のこのドレミと1弦のドレミはこのね、同じフレットになるわけですね。で、このポジションの捉え方、2弦だけ2音にすると1弦と6弦が同じことができるんですね。縦にこう切ってるスケールの見方、この覚え方もやりましょう。横に動かないね、こっちに移動しないやつね。はい、で例えば、5弦からやるとこんな感じになります。アメリカのバークリー音楽院という大学に行ってたんですけれども、バークリーで、まず最初に覚えさせられるスケールのポジションの把握の仕方はこちらです。2弦だけ2音で、僕なりにどうしてかっていうね、考えてたんですけど、おそらくですね、例えばこの5弦のルートのポジションがすごい分かりやすいと思うんですけど、 C メジャー7とこういうフォームがありまして、でこういうポジションですよね。で、C メジャー7の例えばアルペジオとか、
C メジャー7のこのコードの音、ここにありますけど、この2弦だけ2音のポジションっていうのはこのコードとリンクしてるんですね。コードのこのここの1弦と1弦のこの3フレットと7フレットの音とかちゃんとあると、スケールのねこのポジションの中にコード弾いた時に重なってるんですよね、ポジションの見え方が。特に5弦ルートポジションだとそうなるんですけど、 C メジャー7で C メジャースケール、ジャズっていう音楽は C メジャー7だったら C メジャーで、 F メジャー7だったら F メジャーのコードと、こういう風に見えるのがすごい大事なので、やっぱりコードとなるべくリンクしてるポジションの取り方をしたいんですよね、スケールがね。最初のこのロック式だと横に広がってるので、ちょっとそこがリンクの仕方が違うんじゃないかと。6弦ルートだと C メジャー7のアルペジオがこうあって、やっぱりこのルートがありますよね、ここにね。ここでルート取れてた方がスケールの見え方も取れてた方が見やすいんじゃないかっていう、そういうイメージだと思うんです。なのでこの2つの覚え方、ちょっとわずかな違いなんですけど、2つ覚えておくのがすごい大事です。ロックの弾き方とジャズ、まあロック式とジャズ式とも言えるかもしれないんですが、ジャズの弾き方、2弦2音パターンで、このスケールの覚え方をちゃんと整理して覚えるのはとても大事です。そうするとちゃんとだんだん覚えられていきます。で、全てのスケールの、覚え方はこの覚え方で、やっていくのがまず有効です。もちろんもっとクリエイティブに弾くスケールの弾き方もありまして、1弦4音ずつ弾くとか、もっと横に動いていくとか、また別 の、 覚え方もちろんあるんですけど、そんないきなりね難しい覚え方をやる必要なくて、まず基本的な覚え方はこの2つで、他のスケールになった時、例えばメロディックマイナーだったら C メロディックマイナー、じゃあ覚え方その1は3音で覚えて、覚え方その2の2音、あ、2弦だけ2音、2つとも大事です。しっかり、ね、ロック式、ジャズ式、バークリー式、2つ覚えるというのはとても大事なので、結構時間はかかるんですけど、ちゃんと整理して覚えていけば必ず覚えられるので、頑張って見てみましょう。頑張って練習していきましょう。という感じで、とても基本的なベーシックレッスンだったんですけども、すごく大事なので、いろんなスケールにねこれからどんどんつながっていくので、最初基本のこのね考え方がとても大事なので今日はやってみました。YouTube チャンネル、チャンネル登録していただけるとすごい嬉しいです。もちろん、インスタ、Twitter もやってますので、ぜひフォローしていただけるととても嬉しいです。これからどんどんいろんなね、レッスン、オールジャンル、上げていきますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。それではありがとうございました。